ここでこんな大蔵官僚もいたという遠くの声をお伝えしたいと思います。林さんは自分が A 級戦犯として訴追されたことをこう語ったそうです。文官の私をわざわざ戦犯に仕立てたというのは、私がやった財政への相手がくれた勲章みたいなものですな。まあ、この林さんのような気概と能力が今日の官僚諸士にあるか、そのように私は想像をしてしまいます。国家戦略であるとか経済政策であるとか、具体的に何を考えるにしても、詰まるところ、それは心の在り方に帰着すると思います。上島四郎の遠くの声を探して。1月22日に共同通信がこんな記事を配信しました。財務省が政府全体の財政状況をまとめた国民の財務書類の最新版が22日判明した。負債が資産を上回る債務超過の額が2022年度末で702兆円に達し、21年度末から15兆円増えて15年連続で過去最悪を更新した。物価高対策に伴う巨額の補正予算で借金となる国債を大量に発行したことなどが響いた。この共同の配信の後、新聞各紙、読売新聞や日本経済新聞、NHK なども同様の伝え方をしました。緊縮財政路線を固く保ち続けて変えたくない、そういう財務省のメディア対策の一環がここに見て取れます。自民党の中にも変化がありました。総理直轄の党財政健全化推進本部が1月31日新しい体制で活動を再開しましたが、例えば日本経済新聞はこう報じました。日銀がマイナス金利の解除を含めた金融政策の正常化を探り、金利のある世界が視野に入る。金利上昇により国債費が膨らむ恐れもあり、財政規律の議論を深める努力が欠かせない。これも記事をよく読んでみると、財務省を後押しする、そういうニュアンスが見て取れます。この財政健全化推進本部の最高顧問は麻生太郎副総裁。本部長には茂木派を退会した古川義久元法務大臣が就任し、本部長代行には同じく茂木派を退会した小渕優子さん、幹事長にはこれも茂木派を退会した青木和彦さんがつきました。古川さんは役員会で、財政リスクも一気に高まってきており、緊張感のある財政運営が求められている、強い経済財政をしっかりと次世代に引き継いでいくためにも財政秩序の回復に取り組まなければならないと語って、一連の流れを見ると自民党財政健全化推進本部が財務省と一体になって財政規律重視の政策を推し進めようとしているのは間違いのないことだと思われます。これに対抗して安倍元総理が最高顧問を務めた財政政策検討本部が一方にあるわけですが、こちらの主体は安倍派でした。今安倍派はどうなっているか。夕刊フジで上武大学の田中秀富教授がこう指摘していました。岸田首相が推し進めた自民党の派閥解消も、岸田派、茂木派、麻生派などに分散していた増税派が結集しやすくするためで、
いよいよ大増税が近いという観測まである。せっかく経済が回復している段階での緊縮の掛け声は、景気の先行きを曇らせてしまうであろう。また、元財務官僚で開津大学の高橋陽一教授も、ご自身の YouTube 番組や夕刊フジで、岸田派と麻生派の合併、これは大宏池会の復活ということになるわけですけれども、それに言及した上で、派閥ではイメージも悪いので、財政再建という政策実現のための政策集団という形が必要となる。そこに財務省が絡んでいるというのが、今回の自民党総裁直轄の財政健全化推進本部の新体制だと解釈できると述べていました。宏池会と旧大蔵省、今日の財務省との関係の深さは、外に知られているところであります。亡くなった安倍さんが、いかに財務省と対峙し、苦労したかは、その回顧録にも記されていますが、安倍さんの死によって、一つ財政問題だけでなく、例えば、開かれたインド太平洋という外交理念の希薄化や、LGBT の問題など、全体として、なんとか守られていた石堤のようなものが、どんどん切り崩されていくのを感じます。思い返せば、我が国の中央官庁は、敗戦後の非占領時代から、戦後体制を誇示する存在として続いてきたといえます。分けても財務省と外務省は、その双璧だと思います。敗戦後、アメリカの初期対日占領方針は、日本を二度とアメリカの脅威たらしめないということにありました。日本を徹底的に弱体化し、事実上の属国にとどめる占領政策が考え出され、実施されました。それは冷戦の深刻化、共産主義の脅威の増大や朝鮮戦争の勃発などを受けて、アメリカ自ら方針を改和したものの、日本人が自らを衰弱させ続ける内在化された仕組みとして、あたかもそれは人体における不随意筋運動のように、今日まで作用していると言わざるを得ません。平和主義の憲法9条、財政均衡主義の財政法は、日本の国家としての主権を制限するという目的で一致しています。それは同時に、日本人の独立心、気概を削ぐということであります。財務省と外務省の言動はこれにかなっている。私にはそうとしか思えません。さて、ここでこんな大蔵官僚もいたという遠くの声をお伝えしたいと思います。東條英機内閣の大蔵大臣として、無類の財政能力を発揮し、戦時財政の責任者だった茅尾木則は、敗戦後アメリカによってかなり強引に戦争犯罪人に仕立てられました。東京裁判での判決は終身禁錮。昭和33年に正式赦免となって政界復帰をした人物です。この茅尾木則と交友のあった石原慎太郎先生によれば、茅さんは自分が永久戦犯として訴追されたことをこう語ったそうです。まあ、文官の私をわざわざ戦犯に仕立てたというのは、私がやった財政への相手がくれた
勲章みたいなものですな。だって、日本みたいな貧乏な国がアメリカを相手に3年の余り戦い続けられたのは、それは私の財政のおかげですよ。だから連中も私を憎んだんでしょうな。そんな加谷さんについて石原先生はこう語りました。自らの無類の財政手腕をかざして歴史に参加した人物の自負を私は美しいと思った。そして羨ましくもあった。この加谷さんのような気概と能力が今日の官僚諸士にあるか、そのように私は想像をしてしまいます。国家戦略であるとか経済政策であるとか、具体的に何を考えるにしても、詰まるところそれは心の在り方に帰着すると思います。何を大切に思い、何を守りたいと思うか。歴史的に培ってきた日本人の常識や価値観とは何か。戦後体制を疑うことなく、グローバリズムに翻弄されてこの根本を見失っていることが、今日の我が国の危機の根底に横たわっているものだと思います。積極財政で国力を高める、積極的な情報活動をもって日本の歴史的名誉を守る、令和の富国強兵を目指す、財務省、外務省がこのような姿勢に転じる日が来るように、国民である私たちがまず心の在り方を変えていきたいものです。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。